Thank you.
くのだな。はい、お世話になりました国王様。ん？これで救世主様ともお別れか。お互いええパートナーやったで。あっちに帰ったらさ、シェリーとも仲良くしてあげてね。いつでも戻ってこいよ。裏街道の歩き方みっちり教えてやるぜ。うん、みんなありがとう。うん、またね。いい子になりすぎんなよ。また世界がピンチになったら頼むわ。うん、みんなも元気でね。ありがとう。発車だな。滅びよ。え、うん、にゃんだオリバー、お前何して。僕は何も。愚かなる民よ、我が聖杯の力によりその欲深き魂をさらけ出すがよい。これはなんだ。これ雪でも冷たくない。ん、皆さん、はるか彼
聖杯、終焉の禁地、これで世界は滅びるであろう。そう、幻の大地、蒙屋のように。世界を終わらせるたびにその大地の名を思い出してきたのよね。世界を終わらせる、執行者ジャボ、奴の役目だったはずだがな。だが奴は自らの使命に背き反逆を図った。しかも救世主と魂を共有していたの。それを隠していた。女王様はまた人間に裏切られたのね。漆黒の魔導士ジャボーはこの世界を救おうとした。自らを絶望へ貶めた人間たちを、我々の決断に背くとは許されぬことだ。そしてジャボーと魂を共有する少年、奴はまだ生きている。奴もまた我々の決断に背くのであれば、我が力において滅ぼすまで。
どないなっとんねんこれ。え、まさかここまで灰の届かない場所だったはずでは。あの人たちこの飛行艇の魔物になっちゃったっていうの？やるしかねえか。そんな、ダメだ、戦えないよ。おい、んなこと言ってたらこっちがやられちまうぜ。ココルに任せて。おい、ココル、危ない。お願い、静まって。ホーリー。おお、なんやこれは。すごい、一瞬で。そして我らは世界を管理し行く末を決める大いなる標的、エルダードゥークだ。エルダードゥーク、世界を管理。そんな大層な奴がわざわざ何の用だってんだ。礼を言おう。君たちの力でその子は目覚めたんだ。その子、心のこと？そう、君たちは手に入れた心の力、世界を浄化する魔法、ホーリーを。ホーリー、心の魔法なら世界を救えるの？ああ、君たちと彼女の力で。チャルル、心よ、ようやく待ち望んだ相手と出会えたな。うん、心、会えたよ。時は近づいている、心、そしてオリバー、心せよ。またね、シャルル。
て。
仕方ありません。
志の違いです。